看護です。今日は私の1週間の食生活と食費を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。ダルゾンの他にエビ天とタイとアボカドのユッケ注文しました。いただきます。基本的には1日1食なんですけど、なんかお腹空いたら、まあ、仕事終わりにご飯とかうどんとか普通に食べちゃいます。基本的に、まあ、同伴で、まあ、お食とかお寿司が多いんですけど、まあ、そういう同伴ない時は家でウーバーとか、だいたいスープカレーとかうどん注文します。香川出身なんでうどん大好きで、結構週に 2,3 回は絶対食べますぐらいうどん大好きです。食べ終わりました。今日の3,220円でした。ごちそうさまでした。2日目です。今日は東京で撮影なので、新幹線でお昼ご飯食べます。ククルのたこ焼きと、米屋のおにぎり屋のだし巻き弁当です。2つで1800円ぐらいです。2日目の夜ご飯はラーメン食べます。値段は1000円ぐらいです。にトルフチーズ蒸しケーキ食べます。550円です。3日目の夜ご飯は焼肉来ました。3日目のお昼ご飯はかき揚げ麺を食べに来ました。お蕎麦も注文しました。4日目の2食目はサラダとパンとお水です。だいたい全部で1000円ぐらいでした。5日目です。少し早起きしてうどん食べに来ました。値段は700円です。いただきます。今日はカツカツ食べに来ました。以上、私の1週間の食生活と食費でした。この1週間満たしたら結構好き勝手にご飯食べちゃってました。以上、サンゴでした。たつきです。今日は私の食生活を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。おはようございます。1日目の朝ごはん、朝ごはんっていうかもう夜なんですけど、出勤前の朝ごはんを作っていきます。作ってるとこ撮ってなかったんですけど、カレーライスですね。とにかくこう食物繊維と栄養が取れるようなものを細かくして、トマト缶とあとジャワカレーのなんか糖質カロリーか糖質かなんか 50% オフみたいなルーで作ってます。これも昨日の残りなんですけど、お鍋を食べようかなと思います。今日お桜の味噌煮が顔がむくんでるので、これをちゃちゃっと食べてお仕事に行きたいと思います。いただきます。ハラペーニョ、ちょっと辛いものがめっちゃ好きで、そんな激辛とかは食べれないんだけど、青唐辛子とかハラペーニョとかが好きなんですよ。これをね、カレーに入れます。うちで一人で食べるときは自炊が多いです。メリロートを切らしちゃったから顔がパンパンだわ。こんな感じでレタスをバコッと入れて、あ、じゃあごま油を鷹の爪で香り付けして、鶏胸肉ちょっと入れて、水入れて、鶏ガラ入れて、酒入れて、うん、カルビーの、カルビーに売ってる青いニンニクラー油ってやつなんだけど、めちゃめちゃ美味しいの。これを鍋とかに入れたり、餃子と食べても美味しいらしい。明日パスタ作ろうかな。基本的に小麦粉を取らないようにしてるんですよ。だからこのグルテンフリーのパスタの麺を食べるんだけど、これいただきます。ちょっと青臭い。とりあえずいたします。それではゆっくり食べていきます。1日目の夜ご飯というか、何時は3時ぐらい、夜中ご飯です。おばんざいみきというお店に来ました。仲良しの女の子と一緒のチームの子と来ました。お昼
ホタルイカ。ああ、ありがとうございます。絶対好きなやつ。そう、頼んだカルパッチョ。お通しの。なんなんこれ。マグロ漬け。いただきます。うん。ニンニク。大好き。もともと私エースってところで働いてるんですけど、エースのお姉さんが卒業生がやってるお店で、深夜4時まで開いてるんで、営業終わりとかあんまないんですけど、同伴とかで来ることが多いです。食べてきます。おはようございます。2日目の朝ごはん、今日はどうしてもうな重が食べたくて、うな重を頼みました。私は今日は塩です。会計は2000円ぐらいですかね。めっちゃ私柔らかいうなぎが好きなの。皮柔らか派なんだけど、ここはすごいドンピシャなうなぎで、うん。でもこれ食べきれないんで、多分1日かけて食べていくと思う。2日目の夜ご飯です。お昼朝に食べたうな重、うなぎの残りを食べていきます。なので今日の食費は2000円ですね。こんにちは。3日目の朝ごはんです。今日はカキを食べます。塩レモンかタバスコ派ですね。このカキはね、知り合いの方からお取り寄せしてるカキで、めちゃめちゃお得で美味しくて、しょっちゅう頼んでます。なんかタバスコって牡蠣食べるために作られた調味料って聞いたんだけど、マジかな。口内炎が痛い。おはようございます。これは B アップというクレンズジュースみたいなやつをウーバーしました。味はあんまり美味しくないですね。と酒蒸しを作っております。こういうのがね、ここで食べるからうまい。うーん、まっ。今すぐ酒飲んでまうで。これ次のご飯でまた会いましょう。どうも、4日目の夜ご飯です。今日は実家に帰ってきてるので実家ご飯です。実家っぽいですね。食べていきます。バイバイ。以上、私の食費と食生活でした。見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。